いくとあるかな恐竜ましょういわーどうも、いくとあるかとパラサウロロフスの P です。よろしく、よろしく、よろしく。今回は恐竜の飼い方についてやっていきたいと思います。飼い方って、これあー今回はこっちの飼うの方ではなく、購入するの飼うの方です。恐竜って常に見ていたくなるものじゃないですか。 確かに、家でも見たい、欲しいっていう人いっぱいいるよね。そうなんだよね。売ってるところがわからない、気軽に買いたいっていう人のために紹介したいと思います。近場で、身近なところでっていう場合は、博物館がいいですね。恐竜の歯の化石だったら売ってるところが多いですね。でも、歯だけじゃなく、もっといろんな化石を見たい。むしろ頭骨。もうああいう頭が欲しい。 っていう人のために、そういう方は、東京ミネラルショー、東京ミネラルフェアっていうイベントに行くと恐竜が買えます。こちらどういうイベントかというと、石や鉱物の即売会なんですね。こちら、パラサウロロフスの下顎なんですけれども、こういう歯がバーって並んでデンタルバッテリーになってるのがわかりますね。まあこういうのも、 変えたりします。えっとね、このあたりですね。恐竜のレプリカといっても、適当にわーって作っているわけではなく、ちゃんと本物の化石から型を取って、まあ、できたレプリカなので、まあ、レプリカでも全然ありだと思います。ちなみに、トリケラトプスの下顎は、110万で売ってました。 たまに、いつも買ってくれるからおまけするよーなんて言ってくれる場合もあります。東京ミネラルショーやミネラルフェアは、まあ、買わなくても恐竜を見ることができる。まあ、それだけでもすごく楽しいので、まあ、気になる人は、ぜひ行ってみてください。今度は、こういうとこでは買っちゃダメだっていうところを教えます。生田遥かは実際に行ってしまった店なんですけれども、まあ、お正月、初詣行って、で、初詣の帰りに、 ま、帰って歩いてる流れで、まあ、石のお店を見つけたんですね。で、恐竜の化石売ってますってあったから、おおと思って見に行ったんです。そしたら、恐竜、モササウルス、白亜紀、後期の化石、歯の化石。で、あったから、おれで、店員さんに、あれモササウルスって恐竜じゃないですよねって言ったんです。そしたら店員さんが、いや、モササウルスは恐竜ですって言うんですね。 え、だってこれ海生爬虫類で海の生き物ですよねって言ったんですね。そしたら店員さんが、いや、恐竜は昔海にいて、で、だんだん陸に上がってきて、まあ、それの恐竜のモササウルスなんですって言うんですね。でも、思いっきり白脇って書いてあるんですよ。だから、え、何言ってんのえ、両生類のこと言ってんのえ、どういうことという感じで、ちょっと揉めたんですけれども、まあ、こういう店では、ちょっと買うのはどうかなと思いました。そこの店のツイッター なぜか,かフォロー来てました何でだと思う本人だって気づいてないんじゃないそうだよねー。気になった人は検索してみてください。じゃあ、バイバーイ。いいお疲れー。お疲れー。おガブくんガブくん遅いやー。ごめん、ごめん。ちょっと化石見てた。あーもうしょうがないなー。あ、